ねえ、次のアニコンどんなシリーズ書いて持ってくる？こんなのどうかな。私書いてみたんだけど、自然を大切にっていうか、動物感動ものとかどう？ちょっと難しすぎるんじゃない？やっぱここはさ、売り上げと分かりやすさ重視で、この間隣のブースでバカ売れしていた禁断の時代劇のパロディみたいなものがあったけど、あんなやつでいいんじゃないかな。いいねそれ。ねブラックな要素を、さらに濃厚に。あ、いいね。夏だし、やっぱ表紙は浴衣だよね。あ、こんな感じの。失礼します。はい、コーヒーどうぞ。ありがとう。もしもし、警視庁凶暴罪取締本部です。隣市に住んでる後藤と言いますけど。はい、少々お待ちください。班長。はい、もしもし、調査課です。実は今連載中の金太郎のあの漫画を、真似して不当に利益を得ようとしている方がいるんですよ。それは気づかるんですね。著作権、出版権、それらの侵害は10年以下の懲役または1000万以下の罰金、立派な犯罪です。でもあれって組織的犯罪集団に入ってないといけないんじゃなかったでしたっけ？2人以上で犯罪行為を共謀している時点で犯罪集団と見なされます。お宅様が立ち会われた漫画家さんのお名前は？浴衣ことユリアです。最近フォロワーも増えてアイドル的な人気になってるんですよ。ああ、この浴衣子さん、友達関係に問題ありますね。過去有罪となった組織の役員と密接にやり取りをしてますね。ああ、盗作漫画の件、これもメールでやり取りしてますよ。そんなことまでわかるんですか？私も浴衣子と SNS でつながってますけど。後藤さんね、昨日は随分美味しそうな牛丼を食べてるじゃないですか。私も牛丼大好きでね。大丈夫ですよ。後藤さんはこうやってお電話でご報告をしていただきましたから、罪は減刑もしくは免除となります。悪質な犯罪を未然に防ぐことができたのも後藤さんのような正義感のある方のおかげですよ。逮捕。出したか。次、18時6分、共謀罪容疑で検挙。あ、先生、この間の爆発物の調査資料ができました。ありがとう。これでいい作品書けるよ。ありがとうございます。この人は有罪。